本日も動画の撮影をさせていただきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。今は時刻は朝の8時30分でございます。朝活を始めて約もうすぐ1年だもう1年経ちましたね。今日もですね、このウェイトボールを持って、結構、ね、トレーニングをしてきたところなんですけど、一昨日ですかね、一昨日朝一というですね NHK 番組があるんですけど、朝一で女性の飲酒量が増えてるっていう話があって、まあ、実際女性のアルコール依存症者数は増えてますし、アルコール業界ってどん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 飲む人が減ってきてるから、女性にターゲットを絞り出してるなっていうのはあるから、実際それで女性のアルコール依存症者数は増えるっていうのは結構あるんですよ。まあ、それっていろんな理由があるんですけど、僕はその朝一で思ったのが、厚生労働省が出しているこのアルコールチェックみたいなのがあるんですよ。まあ、飲酒だったりとかいろんなことがこう10項目か15項目あって、それで15点以上あるとちょっとアルコールの飲み方考えないといけないですよみたいなことなんですけど、僕が言いたいのは、それに出てるタレントさんがいるわけですよ。ちょっと僕はこのテストできませんけどね、ははは、って言ってんでしょ。はぁと思って意味わかんなくないですか。まあ、そのお酒の CM に出てるとか、まあ、いろんなしがらみとかいろんなのがあるんですけど、そのテレビに出てて、でそれでそれを紹介してる人が点数を取って、言ったみたいに15点以上の人は例えば治療が必要ですよとか、心療内科のところでしっかりとチェック治療を進めた方がいいですよっていう風な推奨があるんだったら行けよって僕は思うんですよ、テレビに出るなら。でそれが嫌なら取り上げないでくれよっていう風に思ってるんですよ。実際それを見て危機感ってことじゃないですか。でアルコール依存者だったりとか、最近やったらギャンブル依存症の話もありますし、もっと言ったら SNS 依存症だったりとか、いろんな依存症ってあると思うんですけど、やっぱそれに向き合うっていうのは僕は治療だと思ってますし、でね、治療も結構日本の中で治療をするってすごく難しいと思うんですよ。アルコール依存にしろ、薬物依存にしろ、 SNS 依存にしろ、それを煽ってるからですよ。でその中でやっぱ治療に行きましょうっていうのを促していかないといけないのはメディアの仕事の中の一環だと思うんですけど、それをねテレビに出てる人が、いやちょっと僕はこれ数値点数言えないですねはははって言ってるのは、マジ何言ってんのって思うんですよ本当に。あ、もうこれね数値点数したら結構15点超えてたんで、明日、まあ、この仕事が終わったら心療内科に行ってしっかりと治療を受けるかどうか相談したいと思いますって言えばいいのに、それを言わないじゃないですか。だからそこは偏見だと僕は思ってるんです。そこに、お酒の CM をしてる人が、お酒の基準、まあ、最近だったら厚生労働省のガイドラインがあるから、そのガイドラインを超えてたら基本的にアルコールの飲み方は悪いだと思うんですけど、でもそれの基準を守りながら飲めてる人って僕はいないと思ってるんですから、ね。まあ、自分の人生だからお酒飲んでる方が楽しいし、お酒飲まない方が逆にストレスになって、自分で自分の命を絶ってしまったりとか、心が弱くなったりしてるから、アルコールでバランス取ってるんですよっていう考え方もあるかもしれないですけど、アルコールはそもそも薬物ですしね、いろんな人に迷惑をかける一番危ない薬物って言われてますし、そこのところと向き合えてないんだったら、向き合えてない人がお酒を推奨してたりとか、向き合えてない人がお酒の治療を自分たちが積極的にしようっていうのをできてないんだったら何なのって僕は本当思ってるんですよ。そういう人たちこそアルコールの治療に向き合わないといけないなっていうふうに思ってるし、だからいろんなことアルコールの問題が出たりしたら、そうやってお酒をやめましょうだったりとか、お酒に治療をするべき人たちがしてないっていうところにはやっぱ僕は問題があるなっていうのは僕は思ってるんで、ちょっとね、だから偏見なんでしょうねって僕は思ってるんですよ。アルコール依存症だっていうふうに思われるのが嫌だったりとか、アルコールに治療してるって思われるのが嫌だったりとか、だからそれって偏見じゃないですか。だから治すっていうことに対して前向きになってることが素晴らしいですよねっていうふうになるべきなんですけど、もう厚生労働省のガイドラインが出てるからですよ。
もともとは男性が 40g で女性が 20g なんですけど、まあ、最近はこうストロング系の飲み物やローアルコール系みたいな、ちょっとアルコール度数を落としたお酒っていうのが少しずつトレンドになりつつある、まあ、ノンアルコールとかでもいいんですけど、だそっちの方がトレンドになってきてるのかなと思うんで、まあ、今までだったらそのストロング系のが流行りすぎてて、アルコール依存症数になるのは男は男性は10年で女性が5年っていうふうに言われてたんですけど、まあ、それがストロング系が流行ってもっともっと短くなって、でアルコール依存症になる人がかなり増えた、でそこに問題があるから度数を減らしていこうかってなるんですけど、飲酒機会は今女性が増えてると。で女性もこのアルコール依存症になりやすい問題っていうのはすごく結構深刻だと思うんですよ。なんでかっていうとそれは集計局長だったりとか、その女性らしくいないといけないっていうプレッシャーがすごいっていう、その痩せてなきゃいけないとか、髪のケアをしてなきゃいけないとか、服装をしっかりとしてないといけないとか、ネイルをしてないといけないとか、もう何々してないといけないっていうのが多すぎますよ。それは SNS でのところだったりとか、 SNS でいいねもらわないといけない、髪のケアしないといけない、スキンケアしないといけないってなって、朝起きてからメイクしないといけない、何々しないといけないと睡眠不足になるわけですよ。でそれでいろんなストレスがあるときに、まあ最近はお金もちゃんと稼げてるかっていうのは分かんないですからね。でその恋愛しようかなって言っても、男の人は若い人が好きで、女性はお金がある人が好きってなると、なかなかこう恋愛でもうまくいきづらいなっていうふうに思うし、かといったらじゃあ家でできる自分の趣味とかに没頭して、ああだったら別にもうあんま見た目なんて気にしなくていいから、もう酒飲んで、ドラマ見たりとか自分の好きなことして推し活とかして、もうそれでいいやっていうふうになると、そう思う、ある種自暴自棄になったりとかして、だったらお酒飲んで自由に生きてる方がいいよねっていうふうになりますからね。でしかも、今の時代だったら、さっき言ったみたいにお酒業界は女性の方にね、お酒を飲ませよう飲ませようっていう風にしてますし、で僕みたいに頭が悪い人じゃなくて、めちゃめちゃ学歴の高い、偏差値の高い人がお酒をうろうろ作ろう作ろう飲ませよう飲ませようって、あの手この手でやるわけですね。その人気のある俳優さんたちとかでしょ、 CM ですかって。でも結局お酒はほどほどにみたいなの小さく書いて、でそれでお酒飲みすぎて、アルコール依存症になったら本人 の, あのお酒の管理ができてないよねっていう風になったりしますからね。でそういうやっぱなかなかそういう風にのところで、まあ、なんであんなに飲んでしまったのかなとか、まあ、いろんなのがあるんですけど、まず著名人の人たちが治療っていうのは積極的に行かないといけないなって僕は思ってるんで、だからそういう意味では国会議員の人たちとか、国会議員のに出てるとか、まあ、思ってると国家公務員の人たちは厚生労働省のガイドラインのお酒の分を守って、守れてない人は心療内科で治療を受けるっていうところをしていくっていうのも正直僕は必要なことなのかなっていうふうに思ってるんで、まあ、そこのところをねちょっとね考えていってくれよっていう苦言でございます。